というような感じだと思いますな。はい、こんなに長くかかるとは思ってはいなかったんですけれども、5年3ヶ月前ですよね、山田さんの牛、まあ、4頭、だったわけですけれども、今回13頭飼えるんですけども、少しでも、ね、頭数多く飯舘で飼ってもらえるようにということで、牛見てどうですか、どんな様子でした。いや、ですよただちょっと壮絶なんでな、ただこれが慣れかどうか、まず病気させないように、あと放射線を取り組まないように、それだけです。言いたり忘れたか忘れたかは薄にきつめると分かんないんですが、できるだけ早くな、一緒に今までのようにするみたいに作ってますか。